こんにちは、プロドリフチャンネルです。ポインセチアの日常管理について紹介します。お日様が大好きな植物です。窓辺のよく日の当たる場所で管理してください。冷たい風に当てたり外に置いたりすると風で葉っぱの先から黒くなってしまうので、冬の間は必ず室内で管理ということです。水は株元触ってみて湿ってない、乾いてから水はやってください。加湿に弱いので乾いてからやらないと根腐れをしてしまうことがあります。そして冬は眠っている時期、休眠期の時期なので春までは肥料はやりません。そして桜が咲くようになったら外に出して植え替えをして、それで剪定をして、そうするとまた来年もっともっと大きくなってポインセチアが育っていきます。